蘭峰駅をずっと歩いてきて進んでいくと、この三角のところに狭いドアがあるんですけど、向こうは路地で、こっちは大通りのところの狭いもドアがあって、ここがホテルのようです。すごい古いホテルらしいです。ここのホテルのこのドアから入っていったところがとてもおしゃれなカフェです。今から入っていきます。一緒にアイスカフェラテが来ました。めちゃくちゃおしゃれです。コーヒーとミルクとシロップがついてる。めちゃくちゃかわいいサラダが来ました。お花がいっぱい乗ってる。めちゃかわいくて美味しそう。ソースにもお花が乗ってる。めっちゃ可愛いんですけど。それとカフェラテ、めちゃくちゃおしゃれなカフェラテ。すごいシャレとる。さあ今からいただきます。めちゃくちゃすごく可愛らしいお花のサラダ。本物のね、お花がいっぱい入ってます。すごい。そしてこのソースにもお花が入ってます。ソースこのままかけていいのかな。お花が入ってるの食べれる。あ、これで混ぜるのかな。すごい黄色いソースが入ってて、きれいきれい。すごい。わ、これフルーツサラダだ。フルーツが入ってる。全部かけよう。めっちゃ美味しそう。なんかこの映えるだけじゃなくてね、なんか見た目にもめっちゃ美味しそう。ここにソースがね、甘くて美味しい。フルーツソース、中にもフルーツがいっぱい入ってる。最近は野菜不足なのでちょうど良かったです。すごいフルーツとこのお肉とお豆腐みたいなの、めっちゃ合う。これネットにこのメニューは載ってたんですけど、もっと小さいものかなと思ったらめっちゃ大きい。これ2人でシェアしてちょうどいいぐらい。ソースがね、すごい甘酸っぱくて美味しい。お野菜ね、すごく上に入ってるだけの野菜かなと思ったら、中にもね、中からいっぱいオレンジも出てくるし、キウイも出てくるし、
めっちゃ美味しい。これだったらケーキをね最初頼もうかなと思ったんですけど、なんかケーキはお腹にすごくもたれる感じがしたからサラダを頼んでみたけど、こんな感じだったらケーキも美味しいかもしれない。このコーヒーめちゃくちゃね、あれでしょ、おしゃれでしょ。これなんや、ローズマリー、ローズマリーか、あ、ローズマリーだ。にちょっと待ってよ、これなんやろ、シロップかな、ちょっと確認。シロップですね。シロップなら入れなくていいかな。ミルクをこんな感じで入れて、おっと、すごいなんかドロッとしたミルク。あ、かわいいスプーンが、ほら、スプーンがめっちゃかわいい。スプーンはあるけどストローがない。これなんか濃ゆそう、コーヒーがね、めっちゃ濃ゆそう。おいしい、美味しいんですけど、なんかねこういう映える料理屋さんって結構ね美味しくないものって多かったんですよ。今回はねどこも美味しい。今回は言ったら前回が美味しくないみたいだけど、美味しくないとこと美味しいとことあったんだけど、めっちゃ美味しいです。見た目にね映えるのもすごく素敵ですよね。あ、こんなにいっぺんに食べきれるのかしら。このレストランというかカフェというかレストランはフランポワン、フランポワン駅、え、フランポワン駅とかな、フランポワン駅のレバンデ口から出て徒歩4分ぐらいのところです。初めて来る人は迷うかもしれないんだけど、私は前回ちょっとこの近所まで来ていたのですぐ分かったんですけど、100年以上なる古い建物をリノベーションしてあるらしいんですよ。で、入ってくる時からなんとか、なんていうか異空間のような、すごいね、なんかバンコクらしからぬ感じ、なんかね海外に来ましたっていう感じかな、の内装でした。びっくりした。で、店内も薄暗いんですけど、店員さんも全部黒服で、なんかちょっとかっこいい感じです。全部食べきれるかなと思ってたら、そうこうしてる間にゆっくりして食べ終わりました。完食です。今からフアランポン駅に戻ってホテルに戻りたいと思います。とてもねここ良かったです。で、たくさんね人が写真撮ってる人がいっぱいいて、やっぱり観光名所になってるんじゃないかなと思います。駅からね歩いて4分ぐらいのところなので、とても来やすいところだと思います。上はねすごくなんか古典的なホテルだそうです。ちょっと後で外観も撮って帰りたいと思います。ありがとうございました。